期待や夢、あるいは情熱を持っている人がたくさんいると思います。魅力の一つは、自分の興味のある科目を自由に選びながらフレキシブルに学ぶことができることです。お時間となりましたので、山形大学工学部オープンキャンパス2012を開催させていただきます。本日は多くの皆様にご来場いただきまして誠にありがとうございます。それでは最初に飯塚浩司工学部長よりご挨拶申し上げます。いろんなところを回って山形大学工学部 の素晴らしいところをぜひ見ていっていただきたいと思います。そして、半年後くらいでしょうか、ぜひ山形大学工学部、受験してみよう、入ってみようというふうに思っていただきたいというふうに思います。これは時代の流れです。皆さん、商売をしよう、経済活動をしようというときに、時代はどんなふうにしてこう変わってきたかということでございます。かもしれません、お父さんお母さんは見たかもしれません、日経ビジネスという結構有名な雑誌があります。5月21日にこういう記事が出ました。山形大学工学部、駅弁大学ものづくりを救う。皆さんいかがでしょう。英語大切ですよ。好き嫌いの問題ではもうありません。できるできない、得意不得意、成績がいい悪い、そういう問題ではありません。もうさっきから言ってるように、世界が相手です。受験生への私からのメッセージ、今皆さん入試で一生懸命ですよね。で、入試というのをこう壁とかこう山とかそんな風にはイメージしないでほしいと。その入試の中大変ですよね、苦しいですよね。その中にもう飛び込んでいただいて、この入試と会話しながら、この入試という人生の中の一時期、そこを自分が成長する一つ この時期なんだと。来年の春には、山形大学工学部に来ていただきたいというふうに思います。皆さんお待ちしております。一緒に勉強して立派な社会人に、なっていきましょう。本日はどうぞよろしくお願いします。